まあ、僕も、まあ、結構何年か前に確定申告した時に、うん、まあ、所得っていうのが、まあ、収入と所得って違うんですよね。だこれもちょっと説明すると面倒くさいんですけど、うん、まあ、収入がまあお給料 で、うん、でまあ、まあいろいろこう例えば交通費とか抜いた分が所得 で、うん、でまあ、これで提出して、うん、で一回家買おうと思ってた時に、はいはいはい、家賃払ってるのもあれだし、まあ、結婚したタイミングで家買おうと思って、うん、あガチの家ガチのシルバニアファミリーとかじゃなくて、なあいらねえよそれ。いやお前が家って言ったらみんなそう思ったよお前。いや家だから、いや買うっていうか、まあ、買ったらどうなんだろうぐらい。あなるほどね、一応ね、でいずれ買うんでしょきっと、誰でも分かんないけど。いやそんなことなっちゃう。とりあえず で知り合いに不動産屋いたから、うん、なっちゃんいるでしょ友達の なっちゃんね、なっちゃんに結局お前同級生なんかすなっちゃんって言われた。なっちゃんにちょっとさ、うん、俺今ちょっとこれ例えば家買おうとなったらさ、どんな感じなの、芸人でさ家って買えるもんなの、うん、みたいな軽いノリですよ。そしたら、いやまあ一応ローンは、ローン組めたら誰でも買えるからね。じゃあローン組んだらいいじゃん。でちょっとさ太一さ、うん、去年のさ確定申告した時の紙見せてくんないって言われて、うん、でまあ次の日っていうか次行った時持ってったんですよ、うん、あで OK って計算するでしょ。で、あ出ましたって、うん、いくらぐらい借りれるのって言ったら35年で210万円借りれるのって言われて、えいやちょっと待ってよ、35年で210万、いや俺プリウス買おうと思ってたけど俺プリウス買いたいわけじゃないなんかさ、まあまあ皆さん、いや違う、俺これ何が笑えないって ご心配されてる方もいらっしゃると思うんですけど、いやすげえ笑いたいよ。収入と所得がちょっと違うんで、まあまあそのまあいろいろあるんですけど、いやいや35年で210万円借りれますって、めちゃくちゃバカじゃんとか言いたいけど一緒だもんねいやそうなんだよ、一緒だもん。俺ただローンの資産をしてないだけで、俺も言ってたら同じ額言われるってこと。真剣に貸し倉庫ぐらいしか買えないよねいやマジで、ちょっと待ってよ、俺貸し倉庫買いに行ったわけじゃないのよ